私もね、ついこの間まで全然分かんなかったんですよ。チュートリアルとか読んでなくて。でもなんかいっぱいやってったら、もう感覚で体で体感して、あ、これはこのために使うんだって、あ、これは消費されるんだなって、あ、でじゃあ寝る前とか空いてる時間にこれだけは進めておこうみたいなのが大体分かってくるので、みんなはそれを信じて、チュートリアルとか読まない性格の方でも諦めずにやっていただけたら嬉しいです。そう、とりあえず左下のミッションをこなして、あとなんか建物のレベルを上げたり、従業員の方を募集すると生産量が増えます。この後ぜひ一緒にやりましょうっていう感じですかね、私の今言いたいことは。はい、佐藤家はそうメールに書いたんですけど、お母さんと妹が東京に旅行に行っていて、あ、もう帰ってくるのかな今日、今帰ってきてる最中かもしれないんですけど、まあ、ショールーム始めるまでは会ってなくて、はーい、頑張ってくれたら嬉しいです。あと、まあなんか倉庫、自分のなんかポケットアイテムをどんどん使っちゃっていいなって思いました。いっぱいボタン押すとアイテムもらえるんですけど、それをもうどんどん使っていくといいです。おいらも頑張ってみます、ありがとう。なんか名前の最初にKAI ってやってくださると私のチームっていうことらしいです多分よろしくお願いします。はい、まあ、ゲームの話はそんな感じですかね。今日はね、せっかくヘアメイクしたのでカラオケで終わりたいと思います。そう、名前の前に KAI を入れたら多分合ってますよね。ちょっと私心配なんですよ、ちょっと自分が嘘を広めてるんじゃないか大丈夫ですか、合ってますか、ファンの皆さん大丈夫ですかね、合ってるんでしょうか貝です、貝。あれコートが見えてる。はーい、じゃあこれで合ってる、よかった。そう、カイリの回です。え、何がいいかな、なんとなくこれで
方なく帰って気がついた。みんなの荷物はどこへ行った。忘れてきちゃったのにどうせまた行くからってくたくもぬその笑顔。そう人生なんて肩の力を抜かなきゃきっと息苦しくなるから楽しくやってゆこう。ポンコツぶりも個性だ。君がおおらかに見える完璧にできることが大切なんじゃない。そんな君のそばにいる僕の器は小っちゃすぎる。何度間違ってもいい。もっとたくましく生きなきゃ。懐かしい。人は皆ちゃんとしようとする。言われたことだけを言われたようにやる。欲しかったのは自由。どこかネジが緩んでる。マイペースな君の価値だ。思うようにいかないこと気にしないで生きる。ポンコツポンコツな君が好きだ。いつもドジばかり踏んでる。頼りないところがいい。なぜか安心できる。失敗しちゃった時の慌てぶりが可愛いよ。そんな人間らしさに僕はどんどん惹かれてゆく。守ってあげたくなる。あ、懐かしい。ありがとうございます。チュ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 。うん、よし、続いて何にしよっかな。最後にしよっかな。お、一番好きな曲。嬉しい。こんばんは。ん、何がいいかな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 。なんだかね、迷ってる顔映ってるのちょっと恥ずかしいなけど迷うよ。じゃあこれ、タコありがとう。あ、あ、世界はどこまで青空なんだろう。あ、ここかな、地平の彼方に目を細めた。あ、どこか
ありがとうございました。いっぱいギフトとコメントありがとうございます。はい、ということでまたアプリイベントについて興味見れない方とかもいらっしゃったと。あ、そうだ、そう、待って、私さ、仲良さ今日ね、今日ねすごいね、つい消しの日で、というのもなんかアプリのこともいっぱいさ間違えてツイートしちゃって、でその新潟一番さんでプラスさんのことも間違えてたし、なんかもうそれもつい消ししちゃってまだやり直してないんですけれども、もう本当に今日なんか5、6回くらいつい消しして、しかもユーハの画像も違うし本当に、まあ自分のミスなんですけれども、はい、そういうことがあった
この後また言う。はい、明日の11時30分から新潟一番さんサンデープラスさんのね、私とななみが、まあ、別々のロケだったんですけれども、それぞれ2件ずつ2つずつリポーターをさせていただいてます。ということで、はい、新潟にいらっしゃる、新潟のいらっしゃる皆さんは絶対見てください。なんかでも後ほどいつか何か TVer さんとかでも見れるのかな、わかんないんですけれども、でも本当に結構私自由に自由に撮影してたので、どうなってるかわかんないです。あ、TVer ありますか。あ、あります。なので県外にお住まいの方はぜひ TVer でご覧ください。リポーター、リポーターです。テニーさん4チャンネル絶対見てください。はい、ロケのやつです。私がメールですごい喜んでたお知らせっていうやつです。はい、きっとありがとうございます。ということで明日もしかして9時30分からはダタチューブさん、そして11時30分からは新潟一番サンデープラスさん、すごい。え、この午前中にさ2つも、ま、間違ってなければ、はーい、嬉しい、ありがたすぎますね本当に。そう、定食屋さんで何を食べたのかはお楽しみです。すごくないですか、ありがたいです。はい、本当に。嬉しい、最高ありがとう、なんかありがとう、最高だね。はい、そして明日はお披露目6周年。あー、なんともうまるで計算されていたかのような、はい、朝から嬉しいお知らせです。でも夜に朝への卒業公演があるので、それはそれで切り替えて、うん、サーヤを温かく見送りたいと思います。はい、まとまりましたかね、大丈夫でしょうか。あ、うん、あ、うん、あれ今日って日曜日です、あ、土曜日、日曜日かな、何曜日かな、あ、土曜日か、あー、じゃあラジオは月曜日なのでまだです。はい、よろしくお願いします。ではランキングもお願いします。13位白いアルパカさん、12位ドラゴンさん、コーンちゃんさん、すぐさん、ひろなさん、ポンポンさん、ハヤトさん、ニスタムさん、エチゴンさん、ジーコさん、ヒルブライヤさん、キラカンカンさん、タワーありがとうございます。そして1位がタカさん、タワー、タワーいっぱいありがとうございますね、ありがとうございますでも皆さんね、はい、なんでもないですはい、あ、ありがとう、自由惑星同盟頑張るぞおやすみなさい。